皆さんこんにちは。インスパイの久田です。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしまいます。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、リピートする秘訣について考えてみたいと思います。私がですね、書いた本の中に、このリピーター作りの仕組み100事例という本があるんですが、一般的にですね、商品サービスが仮に良かったとしても、リピートしないことがある。5つの理由っていうのをですね、以前に動画でもお伝えしたと思います。詳しくはですね、リンク、動画の方、もしくはブログに貼っときますので、ご覧いただきたいと思うんですが、その一つに挙げられているものが、どんなに商品サービスが好きでも人間は飽きてしまう。だから、飽きることを防ぐためには飽きないようにすればいい。商売は飽きないと言いますが、その飽きない対策をすることがリピーター作りになる、商売としてうまくいくということで、まあダジャレみたいな話なんですけど、じゃあ飽きないようにするにはどうしたらいいかっていう視点を今回この本でですね、書かせていただきました10の勘という切り口で、考えてみたいと思います。ではこちらの方をご覧ください。はい、あげればですね、結構いっぱいあります。順番に見ていきたいと思います。まず一つ目、共感型という考え方。これはですね、まあ、例えばコカ・コーラさんとかもやっていますが、名前入りの商品を作るということ、同じものだと飽きてしまうから、あなたの名前が入ったコカ・コーラですよっていうのを出しましたよね。このようなものをすると、やっぱ共感しちゃいます。もしくは、今流行りの、まあ、ちょっと前であれば、その、何ですかね、穴行き。穴行きが流行ったら、穴行きのキャラクターが入った、商品っていうのを作ったりしたと思うんですけど、これも同じですよね。あとは、いろんなお菓子メーカーとか、いろんなところやっていますけど、写真を送ると、あなたの写真が入った商品ができる、みたいなのも同じだと思います。つまり、パッケージを変えることによって、もしくはその見た目を変えることによって、共感してもらうような工夫をするというものが、この一つ目ですね。共感型という考え方でできると思います。2番目、習慣型ってみたいと思うんですけど、飽きてしまうと何が起きるかっていうと、いくらね、好きでも、買わなくなるんですね。美味しくても、サービスが良くても買わなくなる。それでも買ってもらうためには、習慣を作っていくしかないということなので、まあ、これそれでもね、飽きてしまったら、嫌にはなるんですけど、一つの方法としては、スマートフォンのアプリと連動することによって、プッシュ通知する。飽きていたとしても、そこに一言ですね、何かコメントを添えたりとか、もしくは、この後話しますけど、使用時間、使用方法の提案をすることによって、なるほどね、そういう使い方もあるんだね、と。もう、物は飽きてしまうので、あとは使い方、もしくは習慣になるような工夫っていうのを、提案していくっていうことしかないですよね。そして日常品にブランド露出って書いたのは、例えばよくありますよね。商品買ったら、クリアファイルプレゼントとか、例えばキーホルダープレゼントみたいなの、これ何してるかっていうと、結局その、商品自体は飽きてくるんだけど、そのみんなが持ってる日常品っていうものをプレゼントしたりすることによって、何かね、その、反則のキャンペーンっていうのをしてるわけですね。そのようなことを考えてみるのもいいと思うし、実際にそのような日常品っていうのを、自分たちが配布することによって、ブランドとして露出しますから、その忘れられない、飽きないような対策、まあこれ忘れの対策になるかもしれませんね、にもなると思いますので、そのような工夫してみるというのもあります。はい、3番目です。循環型っていうのを見たいと思います。これよくね、僕が例で紹介している、多いお茶というね、お茶なんかでも、ずっとね、もう20年ぐらい多いお茶飲んでるんじゃないかなと思うんですけど、20年言い過ぎか、10年は飲んでると思うんですが、ずっと飲んでるとですね、やっぱ飽きてくるんですね。なので、多いお茶、伊藤園さん何やってるかっていうと、春夏秋冬、季節ごとに、パッケージのデザイン変えて、秋仕様とか夏仕様みたいな、ちょっと夏になると爽やかげなね、ちょっと、薄い、なんですか、水色みたいなデザインになったり、秋になったら、ちょっとね、もみじみたいなデザインになったりします。このようなものをすることによって、季節感を出して飽きないような工夫したりとか、あとは、期間限定の商品とかを出すことによって、
まあ、パッケージの、ね、デザインとかちょっと内容を変えることによってですね、飽きない工夫っていうのをしていますよね。このように定期的に、繰り返していくもの、季節とか、こういったものをね、毎、例えばクリスマス仕様とかね、1年に1回やってくる、こういったものを使って、飽きない工夫をしていると思いますね。そして、一貫型。一貫型っていうのは、ずっと貫き通すものということで、例えばキャラクターグッズですね。キャラクター展開することによって、その、揃えたくなるような工夫ですよね。例えば、ポケモンが今流行ってますけど、ポケモン GO のキャラクターを一個ずつ、印刷することがもしできれば、これ151種類ありますからね。150回リピートすることになりますね。そのような全部揃えたくなるという人間心理を作る。もちろん、他社じゃなくて、自社製品でキャラクターを作って揃えたくなる工夫っていうのをしてもいいと思いますよね。まあ、例えば、まあ、ちょっと例は違いますけど、ジャニーズなんかは、その CD をですね、パッケージをね、何パターンも作ってってやってるのも、まあ、飽きない工夫の一つではありますよね。そして、スタンプラリーですね。ポイントを貯めていく、スタンプを貯めていくと、こんないいことがありますよとか。あとは、色違いですね。全色揃えてみたくなる、ような工夫。赤、青、黄とかあれば、全色揃えたくなるっていうようなことね。ものとしては飽きてたとしても、揃えたくなるという人間心理を使っていますよね。そして、補完型です。これは、まあ、どのようにして、その保管する仕組みを作るかということなんですけど、まあ、いいのはですね、購買履歴のクラウド化です。買ったことをクラウド上に保存しておくことによって、まあ、AI という、ね、人工知能が、その購入タイミングを例えば通知できる。まあ、これはどっちかというと、忘れない対策になるんでしょうかね。飽きない、飽きる対策じゃないかもしれませんが、飽きてくるので、その、何か記録することによって、その何か、なんて言うんですかね。例えば、記録していくと、あなたは、例えば、どのぐらいの間隔で食べているとか、そのポイントを貯めることによって、何かゲームにいいことがあるとか、何かその、商品として飽きたとしても、何かその購買履歴とか、保存することによっていいことがあるとかね。例えば、何でしょうかね。その、パッケージを集めたらいいことがあるとかね。まあ何かそのような、工夫ですね。もあるかもしれませんね。はい。そして交換型です。貯めたことに、その交換することによって何か、飽きない工夫しましょうということで、まあ有名なのはポイントですよね。ポイントサービス。もしくは何かこの、なんていうんですかね。一部を切ってですね、貼っていったら、そしたら何かもらえるみたいなのありますよね。お皿がもらえるみたいなのありますよね。これも同じですね。その商品としては飽きてくんだけど、結局何かキャンペーン、プレゼント目的のために、せっせっせっせとまたね、飽きつつあるんだけど、買ってしまうみたいなものもありますよね。まあそういう反則キャンペーンね、考えるってことが大事です。はい、続いて、欠陥型に行きたいと思いますが、欠陥型でちょっと書いたのはゲームって書いたんですけど、これ何かというとですね、ゲームって、結局、その、不完全な状態、コンプリートしたくなるっていう、欲求があるわけですね。そのコンプリートしたくなるために、まあ、達成したくなるために、ゲームを続けるってなりますから、その、まあ、これちょっとね、中小零細企業で難しいかもしれませんが、大体大企業さんがやっていくのは、そのゲームと組み合わせることによって、その不完全状態、達成してない状態だと、ちょっとね、気持ち悪いから、揃えたくなる、ような仕組みっていうのをゲームを使うことによってやっています。そういうゲームをその商品で作ることによって、その習慣になりやすくなりますよね。その忘れないですし、飽きないですし、まあそのようなね、まあ、結局今ですね、そのエンターテインメントと組み合わせないとなかなかうまくいかないので、まあそういう工夫しているのもあるかなと思いますね。はい、あとは、IoT 自動発注って書きました。これは、いくら飽きていたとしても、定期的に、その、なくなってしまったら自動発注する仕組みを作っていきましょうということで、まあ最近ですと、その、何ですかね、まあこれ飽きるとは違うかもしれませんが、その、なくなったら自動発注っていう商品が出てきてるんですね。
で、まあ、例えば洗剤だったりとかも、なくなったら自動的に洗剤を発注するみたいな仕組みがあるんですね。その洗濯機で、その、洗濯機って2キロ入れたら2キロのね、グイングインと動いて2キロ分の水が出てくる。水と一緒に実は洗剤も出てくるっていうのもあって、で、そのようなものになってたら、その洗剤がもう飽きてきたとしても、定期的にですね、自動発注する仕組みにしていれば、買ってしまうよねっていうものですね。あとは、宅配集配。結局、なくなったら買うモデル。これが欠陥型の考え方なんですけど、飽きていたとしても、もう定期的に配達してくれる宅配の仕組みだったりとか、集配に来てもらう仕組みを作ることによって、まあ、惰性のように、リピートしてもらうっていうこともあると思います。あとは、結構大事だなと思うのは、ニーズの収集っていうものです。飽きてくるっていうことは、その、何か魅力的じゃなくなる。もしくは、その、だんだん面白くなくなってくる要素があるはずなので、じゃあどういう要素を取り入れたらいいかっていうことをニーズを収集してですね、それを商品開発してバージョンアップしていく。そうすると、どん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 、その、お客さんの、マイナスの状態っていうのを補っていくことができれば、まあ、飽きないんじゃないかなと思いますよね。そういう工夫ですよね。あとは、罹患型。まあ、罹患型っていうのは、まあ、お金とか決済に関するリピートする仕組みですが、決済方法の多様化。まあ、簡単に買い物ができる仕組みですね。あとは、その新しい決済でね、ピッて簡単にできるっていうものを、で、まあ、その新しいもの好きの人にとっては、新しいね、その決済手段を適用することによって、それで買い物したくなるみたいなのもあるかもしれません。あとは、まあ、定番ですね。定期購入、頒布会、会員制度。このような、飽きない工夫として、何かこのお客さんに、連続的に、買ってもらう仕組みを作ることによって、そのサービスとして何かですね、飽きない工夫をする。例えば、定期購入申し込んでくれたら、定期的に何かプレゼントがありますとか、例えばこういうね、パッケージのものが、特別会員だけ、こんなパッケージになりますってことですね。まあ、そういうような工夫っていうのも必要かもしれないですね。そして、時間を使った飽きない対策ということで、個包装って書きましたが、これだんだん飽きてくるときに、時間を、今までは、例えば、何ですかね、まとめて買っていたものを、隙間時間に使えるものとかね、例えば、サイズ違い、大きかったので、小さくすると買いやすくなるよね、とか、もしくは持ち運べるよね、とか、あとは使用時間、よくありますのは、缶コーヒーが朝専用とか夜専用とかね、朝専用のお茶とかいろんなの出てます。このような、使用のタイミング、時間ですね、を提案することによって、朝用、昼用、夜用みたいな形の方法もあるし、あとは使用方法の提案。これは今までは自分用に買ってたけど、ギフト用にどうですかっていうのギフト用のパッケージを用意したり、これ業務用にどうですかとかですね、例えば、何ですかね、企業の販促グッズとして、ノベルティとしてどうですかみたいな、提案なんかをしていくっていうのもありかもしれないですね。まあ、使う時間ですね。時期を提案していくというものもあります。あと、難関型。難関型は、まあ、名前に関するリピートする仕組みになりますが、例えば、ネーミングを募集するですね。お客さんに覚えてもらいやすいような名前、ね、わかりやすい名前っていうのを募集するっていうのもあるかもしれませんね。そして、商標登録。言葉として、登録しておきましょうというものもあると思います。そしてですね、エゴサーチボット活用と書きましたが、自分の商品名サービスについて、例えばツイッターでツイートされた場合に、まあボットでもいいと思うんですが、何かその人にリプライする仕組みを作ることによって、覚えてもらってるんだなっていうね、飽きない工夫っていうのもあるかもしれません。まあちょっとですね、ちょっとね、かなり強引に当てはめましたけど、この10の仕組みっていうもので、考えてみました。結局ですね、企業さんにとって、その商品サービスを仮に良かったとしても、飽きてしまうというのがあるので、常に変化し続けるということが大事ですよね。それはいろんなタイミングでいろんな使い方、いろんな方法を使うことによって、お客さんに、飽きない工夫をしていくことが飽きないですから、なんか言いますけど、ぜひそのようなことを考えてみたらいいんじゃないかなと思います。はい、今日は、商売が飽きないためにリピートする秘訣ということでお伝えしました。インスパイアの方でした。ありがとうございました。バイバイ。